では見ていきましょう。英雄大第253回ランキングバトル敗者復活はトーナメント、1戦目ケイザワ VS ブルー、いろいろあったがバーストは橋入れ変わらずから、橋この画面橋どうこらえる、なぜか 2K が間に合って、あせやな、優しいな。とりあえず100歩、2回目の100歩ガード、デーダデーダでプレッシャーをかけるけど投げミスに下段通って、もう一回下段が通る、おいしくね、はい中段バーストは近距離 S になんでバースト確定するようになってボータンや、あ裏切った、超人からの朝流。さあ第1ラウンドはケイザワ、第2ラウンドは最初の攻防をブルーがさばいたもののといった展開、どうすね立ち合い飛車が、はい、うーんフェイントから投げが通る、はいジャメの投げ込ん、いいですねいいですねいいですね、これはいい、これはブルーいいよ、 3P、2P で揺さぶりながら下段ガード、しかしここで連戦がヒット、きっちり3ピースか KS と11。第3ラウンド8K で止めて下段が通る、 6P 落ちない、あバースト成功、足払い6回から NS のみ、優しい下ですよね、しゃがみっぱでも逃げてもいいから裏入れ替えながらだが何も起きない、出し止まっただけ、でもこれねこれねこの技を受けないと何ともならない、受け身狩りまだあるけど最後は特徴投げ、まずはケイザワ行きましょう。2戦目ドンコ対コロちゃん、ドンコ対コロちゃん、はいはい、アミパラテクノランドからやってきたケイザワ、さてとか言ってる間にコロちゃんバーサスのドンコがドンコンボをちゃんと決めて、大事なの選手第2ラウンドはまずは潰しの立ち系、起きても1回成功から、あー PK 微妙なフレームをぶっきらで投げる、懐かしすぎる連携やろなんか大会っぽいとしか言いようがない、立ち系 1R ダッシュぶっきら11、第3ラウンド、はい開幕ボルカニックバイバー、どこの口が開いた、どこの口が開いた、あでバーストも読んでいくけどこれは押さない、しかしボルがバンディット、なんだこれなんだこれなんだこれ、ブッキラ、はい PB1 グリーン S グリーン P ボルがどうすんねこれ、キーパーソー、はいドンコドンコチャンスドンコチャンス、あー残念ドンコ、え MJ 来た MJ 来た、はよはよはよ、はい、はい、B 兄弟 B 兄弟、長谷川対 MGA、 長谷川対 MGA、 はいランケージャマン B2B 決めて試合決めてください。 A 兄弟は抜け戦1戦目第253回ランキングバトル敗者復活トーナメント抜け戦の1戦目、コロちゃん VS ケイザワだがまず置き攻め、4割取っての置き攻め、足払い止めてファフニールが足払いに負けたというな、まずは地上建設とデータを建設する社会兵を見せていくが、ここで裏が通る JS は相打ち、ダブレーあ堅牢だがここは特利は当たらない、やっちゃっもちろんバースト FB100 歩とかちょっと刻んで、でも上100歩カウンター戦利 JD からタッチピンまでか、さて足払いカウンター
ワンちゃん足払いガードした、デジハイカウンター、手台でぶっ込む、いいですねこういう力戦型ジャム。第1ラウンド経済は第2ラウンド、ジャブって言ってもね、一口にね3種類ぐらいタイプ分かれますからね。さて第2ラウンドも突撃カウンターから、おっと6アイはソルに当たりにくい、 TPP AS では落ちず、さて入れ替えて、だが社会これさっきから見せてますね、足払い差し返すからのガンフレイ、イエスガンフレイ下がる、 TP 力戦型、足払いカウントあったか、何もないよ、剣牢読んでグランパー、ワーストが使ってしまう、体力5分の展開、あーこれだよ、これ人対策しないと無理です、ダストアタックからのブッキラ強い、グリー場所見ながらハイジャンプ使って2グリー AI、 おっと3がない、うわーバス読んでいくがもちろん使わなくて、あーしかし最後はやはりねコロちゃんらしいボルカニックバイパー、これで 1-1 第3ラウンド、あ開幕龍神カウンターやる気満々、いいですよこういう力戦型のジャム本当にいいですよ、立ち剣は繋がらないからの足払い2回目、橋の置き出目、立ち剣からだがあの位置はポルトがきついんだよね、差し落ちない、でもボルカうますぎやろお前、スグリーン予防しながら、そして最後は足、あなんだそれバストないよしかし最後は足払いカウンター、さて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 見ていきましょう、開封トーナメントベスト8は3戦目、浜対池田子、現在第12期ランキングバトル、ポイントトップを走っているのはこの池田子、一番早く100ポイントに到達している、しかし今日はワンチューザッパが超えて2位決の方に回されてしまっている、いやでもアドリブコンボが冴える、マーコン最近ね昔のシリーズやってて思ったけどさ、メインの火力って全然変わってないなこのキャラ、うん、当たりやすさは全然ちゃうけど、うんマジで火力このキャラ火力下がったら何やんねんって感じやねんけど、でもメイン使いとしては待望の立ち回りが来たってことになるのか、うん、まあエクテからしたらもともと立ち回りなんやけどとか言ってる間に、第2ラウンドはハマが体力リード取られて、ここから巻き返していきたい、シュドルムなんとかバイパー、あレベル2、ああいう当て感、無理やり褒めたらああいう当て感やな、ジャンプエースガードさせながら直画でしのげる、ここは何もしないところ当たっちゃって、そして JPOHK トリックプレイですね、勝ったのはケダコ、さて B 兄弟の結果をお待ちください、しばらくお待ちください、だっけワンチャン、ワンチャン10人中4人目まであんな今日ちゃうねちゃうね、昔から目多いねこのアーマーでいきましょう、第253回ランキングバトル、ハイフツベスト8の4戦目、 MGA VS ブリシンジ、 MGA あの MGA ですよ、灼熱の MGA、うん、ハマーガードで立ち系レベル3、おっとここはレベル2維持にバースト使ってしまって、そしてこの遠征が俺当たるって知ってる的な無理心中、無理心中もついに何やろ、厨房から廊下への階段を登り始めた、ここは殺しきれねえ、コンボが安いんだよこのキャラ、さて MGA が来た、あ来た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 、はいワンチャン来ちゃった、はいバッターンからの、はいバッターン、はいはいはい、えこれもしかして置き攻めしちゃう、ハイスラ連打、今のひどいな、投げてもハイスラ暴れでもいいみたいな、はいスライドヘッド、第2ラウンドはえ今のなんすか、何でやんですか、バーソスカリアおっと早い、ちなみに MGA こいつデクスからのデクスからのあのポジョブキン使いなんでね、スライドヘッドハメはお手のもんのはずなんですが、はい、
じゃあね、スライドヘッド使って端に追い詰めてガイガンダー当てるしかなかった時代があってん、ポジモキには。いや、ほんとほんと、スライドヘッド当てるやん、でもっぺん置き手目にスライドヘッドやるやん、でもって端まで運んでガイガンダーを直接当てるしかなかった時代があったんだよ、このキャラ。そんな時代からポジモキに使ってる MGA だが、体力リードは無理心中。さあどうする、あーコイン当たっちゃう、ハンマーやるしかなくて、どうすべどうすべ、スライドヘッドのフリー、あー当たっちゃうか、はいリーチ、それ確定やで、はいこれ確定、あーお金ない、はいもう一回お疲れ。あーバッタン言ってただけやで、いちいち大人ラウンド。さてこういうゲーム、こういうゲーム、シャバハイはノーマル、寿司はノーマルからコインジェイス通っちゃって起きてみやで、これアイスライドヘッド、あー今さバックスが出ない無理真珠からのスライドへとお疲れ、バーソー通した。さて立ち回り、ついに立ち回りが来た、あハマホールヒートからのアイスライドへと歴戦のポチョポキンスプカー、今ねスライドヘッドの精度が違う、カットの MGA、 そう大事やからな、いきましょう2位決定戦抜け戦 MGAさあで見ていきましょう、第253回ランキングバトル敗者復活トーナメント抜け戦2戦目 MGA VS ケダコオディリア、もしケダコが上がってしまうと今日の決勝トーナメントメインが4人という、なんやろ、なんとも懐かしくもめんどくせえ異常事態となる。まずはショテコンはケダコ、画面端にポチョムキン追い詰めて、投げ無敵があるよ、オーバーヘッドキー、おっと、そしてダストでごまかして、これやったらあかんバーストちゃう、うん、最近の言葉で言うとあかんやつやで、ジャンプ系重ねから揺さぶってのスカゲダン。さて第1ラウンドケダコオディリアだがどうする、これ第2ラウンド、うわ来たこれ、アイロガイスライドヘッド、うん、スライドヘッドは1グレ空中判定あるメインにはなかなか効かないんだよこれ。さて立ち回りダッチ系1フレ空中判定、昔はねアクセルも連戦とかで抜けててんけどな、あれ連戦の抜け判定なくなってんな、これ連戦やから前歩きの抜け判定がマジであれ謎調整というか、なんやろ逆毛調整というかって感じねんけど、よっぽど嫌やったんやろな。さて体力リードはわずかにいけなくかな、これハンマーが止まって画面足中段ガード直ガードフォルト巧みに使っていくが、ハンマー見てから頑張って余裕でした。そしてスカオーバーヘッドキッス、これはケダコのトリックプレイ、タクは中表から中中バースやるしかない、残ったよ、あるかあるか、死ななきゃ安いよポチョムキン、しかしもうイルカが見えているだけにきつい、邪魔や、いやでも遅いやけどしょうがないね、そういうキャラやね、あー跳ね返せず勝ったのはケダコランバーとなります。第253回ランキングバトル決勝トーナメントベスト11戦目コト VS ケダコ、まずは 3K 立ち系空振りは何も起きずイルカで牽制していくケダコ、ジェイス通ってダウンまでどっかからターンが欲しい、さくらノーマル拾えない、差し返して畳からファジーしていくがこれは何も起こっていない、畳直がしたけど上に飛べずダウンから畳カウンター、さすがにバースト、何かが漏れたか、足払いすかし払い、さくら合わせていく、おっとジュリーが当たらないが投げたのはこと沖縄め、畳出ないいつものこと、縦暴れターンが入れ替わる、バースト成功頑張らせて、でも桜で待っていた PS3 畳青ワンチャンス、これはさすがに残るが受け身狩り、さすがに残るというダメージ計算からの受け身狩り、第1ラウンドはケダコ、第2ラウンドまずは拍手で迎えていきたい、フープを置いて
プープの下で怒りを察するかわいいかわいいメイさん、マジかわいいからの手だ。これは頑張ってたが、ロッピー体育カウンターから BSD、SED バースト、置き攻めはバーストで拒否、デスティプで入れ替えて、これも入れ替えて一発一発の牽制を大事にいく、タッチ系さあ、それテーダー S リレー PK、 これができるのが一流の売券使いの証からの JK からとミスったが、フォローは容赞せん、ミスをミスと思わせないこのフォローの速さ、これで 1-1 第3ラウンド、いやー S 横オーバーヘッドキッス、初手は早めに取っていったがフルコン失敗、実利は4割 6P2 発目カウンター確認して 6K から刻んでいくが入れっぱ相打ち、バーストは金、中段ガード、中段ガードしてとちゃんとヒット確認して何も入れないというね、 2S 縦暴発立ち合い畳ちょっと浮きすぎて、でも着地を投げるというこのね早い読み合い、SDSD 置き攻めはダウンバースト拒否っていきますけども、さくら青ガードからの S 畳、これも入れっぱさくら青が出ない、しかしここで潰しロック、腕が錆びちまう、1戦目はことベスト10の2戦目です、いぶきイルカ VS コロちゃん、第11期第12期と力を伸ばしてきたこのいぶきイルカというメイン使いが、ここでね同じタイプのスタンドともいえるコロちゃんとの試合、お互い前に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 と進んでいく、最初の起き目いきなりぶっきらが通ってしまったけど、バーディーと締めて画面足バックステイ S で潰れたがバースト、イブキルカここはこらえたい、さてこっからどうやって立ち回りを構築していく、足払いからのメインスタンプの揺さぶり、縦は当たっただけ、タイミングタッチ系 DP が間に合って拍手、うーんさすがに通しません、グランドガードした、あーでもダストアタック、これね人対策ちゃんとしたいよな第1ラウンドはコロちゃん、さて第2ラウンド開幕、横はバックジャンプでさばいていったグランド、やっちった、あっとしかしクリーンしない、これは美味しい、でもボルカ、この試合3回目のボルカがヒット、 JS からロッピー潰しバンディで落として、そしてブッキラー JS1 クリーン2、そっと3は失敗だが J ハイからのボルカニックバイパーまで、さて見ていきましょう、決勝トーナメント第253回ランキングバトル、決勝トーナメントはベスト8、1戦目ロズ VS ワンチュー、さて遠近勢の雑把使いワンチューはパソリ色では S ランクプレイヤーだった、この衝撃の事実前に私は驚きを隠せないともに、何だろう、新たなドラマが生まれる可能性をひしひしと感じているわけで、バースはガード、さてこの91の犬をなんとかまずは受けていきたいロズだが、91の犬が受からない、メンバースラスト青さすがやで、銀河の力を結集して、あーでもここで運で犬を引いていく、はいラストエドがいいから 2S、 ここはスタンで総裁ロッピー体育、さすがにうまいからの受け身狩りはしばーっとバー体になっていた、全裸の何が悪いんだよ、第1ラウンドはロゼ、第2ラウンドやばい、君は何やろ、時の涙を見るよこれ、ほんま銀河の歴史がまた1ページやで、ちなみに今年銀河英雄伝説30周年だけどな、さて第2ラウンドはワンチュがやはり立ち回りがうまい、最初の脅威は幽霊だが落ちといてに対していいですね、イエス3立ち回り J ハイから触り出しを作っていく、下段ガードだがここで暗い犬が出て画面足やで、うん脱出、我慢に我慢を重ねてロズ脱出、おっと聖騎士団奥義、しかしもう一回暗い用意で犬潰して
ムカであるから中断、ラストは通しません。固める、今度はスターティッパーからの立ち合い入れた、ドッキー冷静にガードするワンチュー、ここでムカデダウンバースト、ドッキー、さてここ下段通して下段からベローズ、あーここはスター手なりだったか、ワンチュージャンバイスを通して一時第3ラウンド2P ダストアタック、これは落ちない、脅威が幽霊 J、 はい、これはレンドガードじゃないんで、ああいう感じになります。もう一度暗い脅威で幽霊がついているから、 JP なるほどね、からのおっと、いろいろあったけど青が出ない、小木攻めはゆっくりいく、脅威確認してから攻めていきたい、着地を投げて投げ青バースト、ここまで予定調和、スターからのグリードセバー、ここは上に逃れたワンチュー、不合モード継続させて2杯からもう一度不合モード、ゴルフボール使いながら継続、投げたのはギャラクシー、立ち合いから6杯スタディバー繋がってゲナガード、扉通るがめくりガード、ゲロ使いながらここで来た、31だがヒットだったのでなお今届かない、さあどうする、ベローズ上投げて直だから、あーゲロをしてしまった、勝ったのはロズ、今回は私の勝利、あー盛り上げてまいりました、ベスト8 2戦目コト VS ノビツロ、ちなみに残りの目は2人になっているベスト8、 JK 当てて、立ち配をガンガンぶん回していくノビ、ここに対してコトがどうやって差し込んでいくかって話だね、 6P は通らない、着地投げからレスティブアを中断、あれね高さが低くて見えにくいんだよね、桜からおっといろいろあった、さあどうする、 6P 今度こそ対空 PSD SD から大きい手目はぶっ込んでいく、下段だがここ縦暴れ入れ替えてフェイスタンプ、あーしかし最後は往年に縦が引っかかった、第1ラウンドのび、第2ラウンド、イエスタイクバカな、オキデメ JPKD 中断、そして2回目はごまかせない空投げ、そしてオーバーヘッドキッス投げ前ギリギリ、とりあえずおっと最大失敗 1.10 なんでね、レース畳の着地にぶっ刺さる、バースト使って着地投げ、立ち入り、いやーどう見ても投げ上げた、あーバーストやっちゃった、ジェイス、なぜかジェイスが出る、あるある、ジェイス畳溶断戦、この持っていく力2度目やっちゃうと出た、第3アウト、かわりからこれは入れっぱ、しかしそういうメンスアップはさすがにね、ヨーシリーと SPSDSD ダウン取って畳とまた出ない、さくら青タッチピー投げ、なるほどなるほど、さてこの置き攻めである下段ガード空投げしてメンスアップ往年で逃れる中央 S 畳当たってしまった、さすがに難しい、さあどうする、スカーシ払いワンチャンス、オリバーにループで減らしてロッピーガードからゲダン、今のは天才ロッピー2段目 R ゲダン、
腕鳴らしにもならない。ガンダナコート。ザラストメイ。こういうのかっこいい。行きましょう。メソエト3戦目、襲撃 VS エフテ。最近やっとギルティの世界に復帰を果たしたシュエフ。仕事をやりながら頑張っております。この男も体力リードはシュエフ。やはりこの男対空とはやはり通常技のセンスが最高に。確定ダウンからアクセルボンバー 3P2 杯2段目から R して戦差までまずはシュエフ。第2ラウンド開幕 JK で逃れながら 3P、6P、タッチ P、カウンター。これはテイクボーバー出なかったけど、ごまかして、エーパか。そしてバーストをガードしちゃうが、これはねダウンバースト。ゴクうまい。引き込んでいったかったのはシュンエフ。やりよと。さて見ていきましょう。ベスト8第4戦、ルーバーサスコロちゃん。ついに富士山から下山を果たしたルー、そしてコロちゃんの対戦。まずはヨーヨーを挟んでの立ち回り。ヨーヨーを挟んでの立ち回りって言っても何もあるわけじゃないんやけどな。それをうまく立ち回りに踏み込んでいく。ここはボールがガードしていった。しかしバーストガードなどすぐにぶっきら。うますぎるが空投げは取れないからの R 使ってワンコートスリーが入らない。頑張らして空投げが失敗。足払いガフレアガード。 JDS で追い払う。隠れないもののしかし体力リーダーコロちゃん前に出る。なぜかタッチピーが当たって空投げ。あれでブリリートはここで FB4 発当てといて足払い。青から 2P ロケット第一ラウンドある。これが祝言の極みや。あでもルーの試合祝言の極みで言いたいだけやね俺ほんま。詳しくはハンターハンターじゃないわ、シャーマンキングを読もうね。さて第2ラウンド、ヨーヨーのそばでローリングをね使っていく立ち回り。散歩使いながら、だがここで JN 設置に対して当たる。グランドは R。 まずはガードバランス貯めて様子見ながらだったが、ここはルー脱出。裏表してゲットからのワンコン。ゲット当たるか。さらに空投げだが、ここは J ハイカウンターから大きな目のチャンス。ローリング狙いだったがガード。ここでスターシップ上に逃れる。空投げヨーヨー、これは繋がらない。ゲットさしてコロちゃんがガンダッシュ。コロちゃん走る。足あかん、投げと。なるほど、フィニッシュは投げ。勝ったのはルー。さらに一段の磨きをかけてここにいる。対するはコド。いきましょう。第253回ランキングバトル準決勝第1試合、ロズ VS コト。ちなみに今の解説誰も聞かずにカットされてんけどな、ほんま。ロズの売店では床掃除。さてしかし投げを通してコト。だがなんやろ、いつものコトみたいな感じになってる。カバリ足払い。ここは我慢、ガードで我慢した。この間ね11月とかもあったんで、この試合非常に面白かったんですが、張り付いて足払い。ここは応連読み、単発ヒットのみ。さくらガード、ダーストもガード、緩まない。応連きっちり対処していく。地上戦で制圧していくというこのロズの幻妙な立ち回り、本当に張り付いている。これは直はきっちり割り込んだ。カバリー直割り、足払いで刺していくスタイル。ゲダガード、もちろんそういうのはさくらで俺のチャンスとロッピーで相殺していく JSD。 さてワンチャンス、ベーパーサーストまた打つ。そして投げに対して2K暴れ。
第1ラウンドはロズ、第2ラウンド、わーこれはゲージがない、ポルトが取れて一発のみ、これは着地が間に合った、オレン、オレのターン、うーん落ちない、めくりです、リッパーで締めてダメージを確保、さてさてリードはロズ、この半分のビハインドをことが地上戦で飛ばないロズに対してガン地上戦で叩き上げていきたい、ゲダンだが落としていく、バーストもガードしてワンコンボ、どうする、イエス行くしかない、さあどうやって動かしていくか、ことぶっ込むのか動かすのか、入れ替えるロック、そして投げ、ここはバースト、勝利への道、回り込み、そういう揺さぶりはちょっとと、最速フレームで投げを仕掛けていったタクは詐欺飛びに対してバックステップ、完璧な対応、勝ったなロズ、さあで見ていきましょう、準決勝第2試合、シュンゲフ VS ルー、まずはシャガハイとブレーキの交換、アクセルとしてはどっかで1回事故出さないとブリジット戦は相当立ち回りがきつい、ロピー、逆にブリジットは細かいダメージをローリスクローリスクに積み重ねていきたい、さあ悟空はガード、ああいうのですね、ああいう技をいかにして食らわないか、だがヨーヨーカウンター 2B で固め直しながら円 S ダッシュ投げ、やられちまったよ、第1ラウンドルーコロナか、いやいけるいける、第2ラウンド開幕、センサー撃対空、なんそれどうすんのこれ、入れ替えて、そうこの入れ替えての時にいかに我慢できるかが、プリジット戦ないわ、はい、冷静、相打ちカウンター、はい、残念、さて、体力リーダー、ルー、わずかにルー、ES で抑え込みながら、画面足、この画面足をどう解決するか、あるある、その3ピア、その8ピア、実は間違ってない、おっと、2杯2ラスト、ここでバースト、ワン事故あったよ、からの、冷静青。最強牽制連鎖を使っていく、初戦ルー押さない、リスク回避が効いているスターは赤だが、まあ、問題なし仕掛けない、それはバーストガード入れ替えて、もうワンチャンスなんだがシュネフいけるか、 2S これは、はい、ボンバー黒いけどどう考えても繋がってねえしな、11第3ラウンド6回ガードは間に合う、さて久大君 JP から僕は当たらず、ラッシュからの下段角ガード攻める、ラショウセ飛んでいる、さっきは俺よりで決めてるしな、俺ラショウセルーニーからのガフ、ギブミサンライズってやつですよ、とりあえずこっからルーが、あとはもうゲット当たればいいよねと、画面を広く使って勝ったのはルー、では3位決定戦、シュン F 対コト、シュン F 対コトいきましょう、さて見ていきましょう、3位決定戦、3位決定戦シュン F VS コト、まずは地上戦、ダッシュ投げ通していく、ここはダメージ、なぜならバイケンは防御力いくで、おー 6P カウンター、しかしここはカウンターのみ、バーストミスって元のターン、弁天はもちろん通るわけなくて SD PSD タクはで中段が何か普通に刺さる、これ詐欺飛びからのワンコン JKD、 これも中段、第1ラウンドはコト、第2ラウンド応連の対処さえできればアクセルバイケンはそこまでキャラ差ないと俺は思うんですが、
ちょっと賛否踏み込みすぎたか。ただ身の持続がカウンター、美味しくワンコインいただくこと。オケ止め、うさんくさい先飛びからハイスラベーテン、読み合いとしては間違ってないが、まあガードしたらリスクはあると。おっとっとっと、いろいろあった。鉄弾バックステー投げ通しません。暴れる、ラスト。さーて、シュエフがここからバーナーを配してダメージ取りに行きたいって言ったところで、これだよ。カバリカウンターまで。3位がコト、4位がシュエフ。本番行きましょう。第253回ランキングバトル決勝、ロズ VS ルー、カイ VS ブリジット。まずはゲージが溜まってないんでロッピータイクが通ると。だがリッパーは繋がらない、反撃が安くてロスとしては命拾い。ロケス、おーすげえ読み合いしていく。着地はしかしガード、着地点の取り合い。ブリジットの着地点を取ることができればワンチャンスという、そんな感じの回、立ち回り的には。うまいバックステでしのいだもののスタンが当たらず画面足。ここはスターシップできっちりとリスクを回避していく。立ち回り、体力リードはブリジット。ルークーラゲーからの丸いので固めたが、ルーガード、ここで折れ切る。クーラゲー目押しとレーターどっちが強いかってやつやね。祝言は間に合わなかったがスター青、最後は JD 引き戻し。第1ラウンドある第2ラウンド、多分今のバーストの判断ですが間違ってないでしょう。スラバでゲージを貯める、もちろんスラッシュバックを3回決めているフリージットの方がテンションバランスが高いから、奥投げ、そういう揺さぶりやちょっととダメージ重視から折り返しはここは設置で OK です。立ち回り、体力リードはブリジット、うわゲット、刺さってしまう。細かく積んでラインを返す。スターシップは赤、ジャガハイ相打ちカウンター、これで逆転からの折り返し、設置で軸ずらす。ここ立ち合い一発スタン、カウンターだが何も起きない。これはさすがに 6P で落としてとがめていった。体力リーダーロズ、シャガーイ置いているがハイジャンプでバトルない。さすが 1.10 金 S 投げガード、リッパーは赤中段ガード、しかしここでスタンリッパー、ベイパースラスト、ベイパースラスト、ごめん、11第3ラウンド、クーラギ失敗だが問題なかったのか。スターシップ、あっこで勝利を出せるのがルー。ボルトと直がでしのいでヨーヨーの戻りからつないでいる。ラッシュバクセに一発からのクーラゲ、もう一回、さてこれは苦しい。バーナーを愛して着地を取りに行きたいロズ。スターはガード、スターシップ青、ルーっぽい、遠い遠い、下がい、ワンヒット、残り半分。ボケ止め、丸いの上に逃れる。着地を取りたい、クーラゲ SI ベイパースラスト。ボケ止め、気を仕掛けろ、これはバースやるしかなかったが、勝ったのはローズ。というわけで今回の優勝はロズ会、拍手。